市及びチベットの歴史も参照1912年から1951年までのチベットは中央チベットに排他的実効支配を確立し、チベット全土の統合と独立国家としての国際的承認の獲得を目指すチベットの政府、ガンデンポタンと新朝からアムド地方及びカム地方東部のチベット人諸行の支配権を受け継ぎ、中央チベットを チベット地方として領土に組み込むことを目指す中華民国及び中華人民共和国とがせめぎ合う舞台となった。侵害革命と新朝崩壊に続いてチベット軍は奇襲によってチベットに駐屯していた新国軍守備隊をチベット内から追い払った。続いてラサに駐在していた清の役人はチベット中心部での新軍の降伏と撤退が盛り込まれた。 3.5位にサインを強いられた。ダライ・ラマ13世は1910年に新軍の侵攻があって以来インドに逃れていたが、1913年早くにラサに戻った。そして、聖職者をパトロンとした中国人のチベット植民地下の意図を非難し、我々は小さい宗教的な独立国家であると述べた宣言を発布しチベット中に広めた。 中国の臨時大総統となった遠征外はダライラマに彼の宣言を取り下げるようにと電報を送った。ダライラマはこの書面を突っぱね、チベットにおいて世俗と聖職の両面での統治の行使を目指していると返答した。1913年、ダライラマは中国皇帝とチベットの関係は後演者と聖職者の関係であって、どちらかからどちらかへの従属に基づいたものではなかった。 と明言された声明を発し、我々は小さい宗教的独立国家であるとの宣言を発した。妄想条約の書類1913年早期、アグアンドルジェフと二人のチベット人代表は、ウルガで両国の中国からの独立の宣言を互いに承認したモンゴルチベット間の条約に署名した。後にダライラマ13世は、イギリスの外交官に、アグアンドルジェフは、 チベットのためのいかなる条約も締結する権威立てをしていなかったと語っている。この条約文は公表されていなかったため、最初はこの条約の存在が疑われていた。しかし、1982年にモンゴル語の書面がモンゴル科学大学で公表された。1913年から14年にかけて、シム村において英国、チベット、 中華民国の三者の間で会議が開かれた。英国は、ロシアと中国がモンゴルに対して初期に行った合意のように、チベット人居住区をうちチベットと、外チベットに分割する提案した。外チベットはほぼ現在のチベット自治区と同じ地域であり、中国の総主権のもとに自治し、この地域では中国は、行政への干渉を控える。一方、東、カム、アムド、 ラサからなるうちチベットでは、宗教上での問題の支配のみが保たれるとした。1908年から1918年、中国の守備隊はカムにおり、地元の王子はその司令官に従属していた。当時イギリスは中国のチベットを覆う総主権を認識しており、チベットを中国の権に変えないという中国政府との合意と、共に中国領土の一部と同等に、 チベットの状態が断言されていた。しかし、内チベットと外チベットの明白な境界線に関した点で、交渉が決裂すると、英国の交渉長官であったヘンリー・マクマホンは、チベット・インド国境にマクマホンラインとして知られる線を引いた。この線によって英国はおおよそ9000平方キロメートルものチベットの歴史的領域、タワン県を併合した。これは、 現在のインド北東端、アルナーチャルプラデーシュ州に一致する。後に中国政府は、このマクマ本ラインが不法に多くの土地をインド側へ変えたと主張した。この地域はインドではアルナーチャルプラデーシュ州と呼ばれ、中国では南チベットと呼ばれている。英国はすでに地元の族長たちと合意を締結して、1912年には運営のために北西辺境地域を立ち上げた。 シムラ条約は三者の代表団によって締結されたが、北京政府は、外チベットと内チベットの間の国境を欠くことに、対する不満からすぐに合意を撤回した。このため、マクマホンとチベット人代表は、この合意に示されたすべての事柄において、中国のいかなる主張も拒絶する通帳の付託された、この条約を、映像相互条約として、サインを行った。 英国の運営していたインド政府は最初は1907年に結ばれた英路協商に矛盾するとしてマクマホンの相互条約を拒絶した。しかしマクマホンラインはその後も英国政府並びに独立後のインド政府にとって国境と捉えられた。一方、中国の視線に立てばこの土地は以前から中国領であり、中国はチベット全域に主権を主張している上、 この条約にサインを行っていないためにこの条約は無効であり、インドによるこの地域の併合と運営は違法であった。この双方の認識の違いは1962年の中印紛争へと結びつき、国境問題は現在も続いている。1938年、英国は最終的に二国間協定として、シムラ条約を発行し、マクマ本ン以南のタワンの総員に、 ださえ税を納めることを終えるように求めた。歴史を改定する試みの中、親友アッチソンの条約の収集の中の関連ある巻に、図書を見る限りもともと志村では拘束力のある合意には達することがなかったとの注釈の付けられたものが発表されている。これは1929年の偽の発行日を持つ新しい巻に取り替えられ、それを中国ではなく、 チベットとイギリスが協定は拘束力があると受け入れたと述べた編集者の解説がついたものが発表された。当初、英国政府に志村協定の正当性に疑問を持たせた1907年の英ロ協賞はロシア側から1917年に破棄され、1921年には英ロ双方に破棄された。しかしながらチベットは1940年、ゴロマクマ本来の位置を変えた。 1947年遅くには、チベット政府は、新しい独立インドの外務省に、マクマホンライン以南のチベット人地区に対する主張が、述べられた書簡を書いた。中国政府は、志村書簡にサインを拒んでいたことから、認識の一致として、マクマホンラインの正当性に逃げた。ダライラマ13世トゥプテンギャツ軍閥時代の間、中国は、 チベットに干渉する力を持つことができなかった。1918年、ラサはチャムドと西カムの統治を取り戻した。ヨース港に沿って急戦が行われ、この時、チベット政府は映像のほとんどと西カムを支配しており、大体現在のチベット自治区の境界と一致する。ヨース港に分割されている東カムは、リュウ・フミテル将軍の軍閥に占領されており、 中誠心を変えた現地のチベット人王子が統治を行った。アムドはさらに複雑であり、青年地区は1928年から海賊の将軍マホカオルとそのムスリム一家の将軍の馬屋軍に占領されており、彼らは一貫してアムドの残りへの影響力維持に努力した。青海の残りの地域は地元政府が統治していた。南カムの他に、 雲南の一部には1915年から1927年にかけて雲南軍閥が伸びており、知事で将軍である竜雲は中国内戦の終わり頃、小介石の命令で森一名が彼を排除するまで雲南に居続けた。1920年代から1930年代にかけて中国は内戦と日中戦争で割れていたが、チベットへの主権を手放しすことはせず、 時々それを断言する試みを行った。中国政府はそれを支援した。しかし、ダライラマ13世の治世、北京はその領域に代表者を置くことはなかった。ダライラマ13世は、政治改革を行い通貨や切手を発行し、チベット軍の旗から、チベットの旗を作った。軍の増強を行い、また、チベットの伝統的な薬を守るため、 メンツイカンと呼ばれる管律の医学校を立ち上げた。しかし、彼は国連で自らの国の独立を大々的に認めさせようとはしなかった。ダライラマ13世の治世は1933年まで続いた。1912年にアンバンをチベットから追放してから、チベット中国間の交渉は英国が仲裁する場合のみに行われた。しかし、直接交渉は、 ダライラマ13世の死後である1934年以降に復活し、ラマの死に際して中国は、キヒキいル、調異施設をラサに送った。ダライラマ13世の死後すぐ、いくつかの報告に応じて、ヒサ氏は、チベットが、自らの政治情勢を管理できたならば、チベットは、名目上中国の一部のままだったという1914年の立場を、再び主張した。 1912年以降チベットは中国の制御から事実上独立していた。しかし、チベットの内部の政治事情に触れられない状況で残されており、中国がカムやアムドのチベット人に対しての支配を放棄したならば、他の場合、中国の一部としての名目上の会の状態を認められても構わないということを暗示していた。 中国はチベット統治が断絶しなかったという主張を指示して国民議会と国会の両議会にずっとチベット人議員の名前が保存されていることが公式記録を表していると主張している。中国はラサへの事務所設立を許可し、リハンインから職員を置き、この委員会のチベット事務理事だったごただのぶに律いらせた。中国の主張によるとこれは行政体だったとしている。 しかし、チベット人はチベットは中国の一部という中国の提案を拒絶し、今度は、様子高等岩の領域の変換を要求したと主張している。ラサへの中国事務所の設立の反応として、英国も同様の許可を得て事務所を置いた。ダライラマ14世、天神ギャツ秘書と一緒に撮影された、ネパールの施設ビスタ少佐。1938年、ラサ。 1935年、ダライ・ラマ14世、天神やつは、東チベットのアムドで生まれ、先代の転唱者と認められた。彼は1937年に、ラサに連れられ、1939年に、公式式典が行われた。中国は、国民党政府が、ダライ・ラマ14世を認定し、国民党の代表者、ごただのが式典を統括したと主張している。 1940年2月の認定命令と式典の記録映画がまだ存在している。ゼリニシャキャワ、ゴタダノブは他国の代表と同じく式典に参加していた。しかし、彼が取り仕切ったという証拠は全くないとしている。1944年第二次世界大戦中、二人のオーストリア人と残家、ハインリヒ・ハラーとペーター・アウフシュナイターはラサを訪れ、ヒラーは 若きダライラマの家庭教師になり、友人となった。1959年にチベットを追い出されるまで、ハラーはダライラマに家庭教師として彼の知っている西洋文化の知識と現代科学の知識を教えた。フランスの医者で1947年の多くをチベットで旅行したアンドレ・ミゴットは、中国とチベットの間の理解しがたい教会の取り決めとなぜそうなったかが書かれている。 英国とチベットの間の条約によって、彼らの利益にされたダメージを総裁するために、中国は彼らの直接支配の領域を西方へ伸ばし始め、バタンの周りに植民を始めた。チベット人は力強く反応した。中国人の長官は、彼のカムドでのやり方から殺され、バタン近くでの行動の後、彼の軍は押されて逃走した。いくらかの伝道師は殺され、 中国人の命運が低く減退した時、チャオユフォンと呼ばれた特別委員が舞台に現れた。彼はバタンを荒らし尽くし、凶暴な行為から彼は僧の屠殺屋のあだ名で呼ばれた。ラマジ委員を略奪しながらチャムドに進み、一連の戦役での勝利で軍をラサの入り口にまで持っていった。序列を再度立て直し、中国のチベットへの支配を再び主張した。 1909年、彼はバタンを首都として36の軍からなる分かれた県に設立される成功省の知事に推薦された。しかし、この計画は父として行われず、形勢が変わり、1911年の中国革命が蝶の経歴に終わりを運んできた。彼は、その後間もなく同胞に殺された。 中華民国の初期の問題点は多くの部族の指導者の反乱、かなりの調子の中国人とチベット人の戦闘、多くの奇妙な惨劇、喜劇などの出来事、もちろん宗教が原因となったこれらの争いなどに見える。1914年には英国、中国、チベットは平和を回復するために協議会のテーブルで、 会談したが、中国チベットの国境の基本的な論点での合意到達への失敗の後、この会議は破綻した。これは1918年から、様子向上流の流れをたどると実際上の効果に認識された。これらの時期、中国人は、チベット再征服に悩むには多すぎるほど他のことに夢中になっていた。しかしながら、事態は徐々に沈静化し、 1927年に成功賞は生み出された。しかし、この構想を抱いた男の思い描いた36の軍の代わりに27の軍を含むのみだった。中国は10年のうちに土佐屋の侵攻したすべての領域を失った。それから成功は関係が良好であった。しかしこの地域の短い概要は閉ざされた。この国の情勢がどれほど不安定かの理解を簡単にする。 中国の支配は名目上より小さいものだった。私は時にその向こうを直接経験した。この種の地域を統治するために十分な駅がなく多くの日の旅行から村は互いに分散して孤立しており、いくつかの印象的でない役所と2から3のミスボらしい兵士がいる。チベット人は完全に中国人の管理を完全に無視して自らの上司にだけ従っていた。 非常に純然たる事実の一つは、成功における中国人の統治者の本当の状態である。この地域の者のは誰も中国の通貨を受け入れない。中国の役人たちは彼らの通貨では何かを買うことが不可能であり、これは物々交換の方法で暮らすことを強制している。アンドレミゴット、チベット人の更新また一度あなたが北門の外に出たら、あなたは、 中国民衆とその文化的設備に別れを告げて、まるで違った種類の生活を送り始める。紙の上では、中国人の章である成功と青海の一部が、町の北の広い領域であるとはいえ、中国とチベットの間の本当の境界地域が、皇帝を通って、あるいはちょうどその外を走っている。事実よりも名声に関わっている中国の地図制作者たちが、彼らの地図に描く。 経験的な線は事実と無関係に生まれている。とも書いている。チベットのパスポート1942年、チベットは外務省を設立し、1946年には第二次世界大戦集結関連の宿賀施設を中国とインドに送っている。中国への施設は国民政府主席だった蒋介石宛ての手紙を与えられており、これには我々は 権威ある宗教的の政治統治を通した連続的なダライラマによる国家統治のようにチベットの独立を守り続けたいと表されていた。この施設団は南京で行われた政権国民大会にオブザーバーとして参加することを許可された。一方、1942年アメリカ政府は紹介石政府に中国のチベットへの主張に異議を唱えたことはないと語った。 チベットは日本に同情的な姿勢を貫き、連合国による中国への武器輸送を拒み中立を保った。1947年、チベット政府は代表派遣団をインド、デリーで行われたアジア会議に送り、ここで自身を独立国家と表し、インドは1947年から1954年にかけてチベットを独立国家と認識したとされる。また、 この会議にはチベットバタが持ち込まれたが、これは公的集会におけるチベットバタの最初の出現だった。1947年から49年にかけて、ラザはツェポンである WD 社カッパ率いる通称施設団をインド、香港、南京、アメリカ、英国へと送った。訪問された国はチベットは中国から独立しているという主張への支援を表現しないように、 気をを配りこの施設と政治的問題を協議しなかった通称施設団の役人はインドの中国領事館で適用され新しく支給された中国のパスポートを使い香港経由で中国に入り3ヶ月間中国に滞在した一方他の国は施設団がチベット政府によって支給されたパスポートで旅行することを許した米国は 非公式に通称施設団を受け入れた。施設団は1948年、英国首相、クレメント・アトリーにもあった。チベットでは、多くが遊牧を行っており、あまり農地は多くなかった。僧が荘園を持っていたことなどからチベットを、濃度性とする向きも、ある一方、学者はこの時代のチベットの社会経済を、封建濃度性として特徴づけることの妥当性を、議論している。 また、層が非常に多く、国民の多くは熱心なチベット仏教の信者であった。ハインリヒ・ハラーの著書である、チベットの七年によると、車輪を使う習慣はあまりないが、マニシャはどこにでも見られたとされる。また、堤防を建設する際にアリを一匹見つけるたびに大騒ぎになるチベット人の習俗も書かれている。これらは、チベット仏教の民間への普及を表している。 1949年、共産党が中国の支配を握ると、チベット政府は国民党と共産党の双方から非難される中、中国政府とつながりのある全ての中国人を国外追放した。10月に力を握った毛沢東を率いる中国共産党政府はすかさず1月には、新しい中国のチベットでの中流を主張した。 1950年6月、英国政府は、庶民院で、中国のチベットに対する、総試験を認める準備はできている。しかしチベットは、自治権を尊重されていることだけは理解してほしい、表明した。1950年10月、人民解放軍は、チベットのカムドに侵攻し、チベット軍の散発的な抵抗を破った。チベット軍1951年、ウンガプーンガワン軸目に引きれられる。 チベット当局代表は、ダライラマの許可を得て、中国政府との北京での交渉に参加した。結果的に17箇条協定が結ばれ、チベットを覆う中国の主権が明言された。この合意は、数ヶ月後、ラサで批准された。この後、チベット政府は、実地の枠組みを保とうと努力を続けた。人民解放軍がチベットに駐留したことでチベットは、 中華人民共和国の支配下に入ることになり、中国の自治区となった。中国政府は宗教を排撃し、遊牧地であった土地を取り上げ、漢族の大量入植を進めた。このため、チベット人との圧力が高まり、チベット人は反乱を起こした。ゴンボタ氏は、東、チベット人を中心とした反乱部隊、チュッシュガンドクを結成し、チベットは動乱状態になった。 その中で生命の危機を感じたダライラマは1959年にチベットを脱出し、インドへと逃れチベット亡命政府を立てることになった。チベットの行政機構行政においてはダライラマが内閣によって提案されたリストから候補を選択し、4人の大臣からなる内閣の閣僚を選択していた。また、行政においては首相の指名権もダライラマが持っていた。内閣は 国民会議を招集できた。宗教的な部分では宗教長官を選び、宗教長官とダライラマが指名した宗務官による宗務局が宗教管理を行っていた。ありがとうございます。